こんにちは、サードラです。今回は僕が普段クエスト厳選する時の採取であったり、あとゼニー稼ぎとカメラポイントですね。稼ぐ時の採取でも使っている採取用の装備のスキル構成を教えてほしいですってリクエストいただいてましたので、今回は採取に特化した採取用の装備構成をご紹介させていただこうかなと思います。 で、この装備構成を1回作っていただければ普段やっているカムラポイント集めや鉱石の採取ですねあとコレクターの方であればクエスト厳選の採取ですねっていうのが最高効率で回すことができるようになりますのでぜひまだ採取用の装備作ってないよっていう方はこれを機会に作ってみていただけると嬉しいですで、今回はもう先にスキル構成をご紹介していくんですがスキル構成は体術耳栓食性学ランナースタミナ急速回復回避距離アップ地質学ひるみ軽減腹減り耐性、 かける召使いい壁面移動攻撃はいらないですねで弱点特攻弾丸節約技物もいらなくてスタミナ出しシュ、まあ、この辺もいらなくて負圧耐性は一応負けでついてるだけであとは戦影ですねこちらとえ壁面移動のかけりがついておりますで各スキルの採用理由について触れていくんですがまず体術ですねこちらは 回避などをした時のスタミナ消費量が最大50%半分軽減されますのでこちらをレベル5まで積んでますで。耳栓に関してはレベル4でいいかなと思うんですがおまけでレベル5まで上がってるって感じですね。これは採取中にモンスターに発覚を取られてしまった時に方向で耳を塞ぐ動作があると採取の時間が少し長くなってしまうのでそれを防ぐために耳栓を積んでます。 食生学に関しては、まあ、せっかくクエスト厳選とかで採取をするのであればその時に入手した素材をたくさんもらえた方がいいよねってことでこれもレベル4まで上げてましてでランナーですねこちらはダッシュなどのスタミナを軽減するためにレベル3までつけてます。 でスタミナ休速に関してはスタミナの回復速度が上がって移動がかなりスムーズになりますのでこちらもレベル3積んでまして回避距離アップですねこれも単純に回避する距離が上がれば移動速度が上がりますのでレベル3まで上げてますで地質学ですねこちらは先ほどの植生学と同じ理由で、まあ、採取するのであれば鉱石だったり特産品とかをもらいたいっていうのと単純にカメラポイント集めであればこの地質学は必須スキルになりますのでそういった面でもつけてます あと、ひるみ軽減ですね。こちらは小型モンスターに採取中にどつかれたときに、そのひるみを無効化して、採取のタイムを伸ばさないために、こちらをレベル3までつけてて、腹減り体性ですね。こちらはスタミナ最大値の減少を抑えますので、これはどちらかというと、ソロでクエスト採取するときに、ちょっと長めにマップによってはなることがあるので、クエスト時間が長くなったときのために、こちらもレベル3までつけてます。でかけれみ使いに関しても、単純に移動に使うかけれみが早く帰ってくるので、こちらもレベル3まで上げてまして、 壁面移動ですねこちらは結構最初に置いた壁走りをすることも多いのでレベル2まででいいんですけどおまけでレベル3まで上がってるっていう感じですねつければレベル2で大丈夫ですであと戦影ですねこちらはレベル1だけつけてあげることによって先影が単純に大型モンスターに狙われている時にスキルが発動しますのでチャットで戦影が発動したらモンスターに見つかったなっていうのがわかるようになってますこれは長時間採取するときに音を消して採取するときにチャットで把握することもできますし単純に方向さ ても自分が発覚取ってるのかっていうのがわからないことがあると思うのですそういったのをチャットで自分にターゲットが向いてるかわかるように1000円をレベル1だけつけてるっていう感じですねあと壁面移動に関しては駆け虫ゲージが速くなるのでこちらも壁走りすることがあるってことでつけてますっていうのがスキル構成ですねで一応妥協ラインについてお話をしていくとまず腹減り耐勢ですねこれは レベル全部落としていただいてもいいかなと思います特にマルチで採取することが多い方とか長時間採取がない方ですね例えばカメラポイントとかは基本的に5分以内で採取して帰るっていう感じになるかなと思うのでそういった採取がメインな方は腹減り体性は抜いていただいていいかなっていうのと耳栓もレベルは1つ落としていただいて大丈夫ですねで壁面移動もレベル2まででもちろん大丈夫であと壁面移動のかけりですねこれもそこまで恩恵があるかって言われたらそこまでないので 抜いていただいてもいいかなと思いますっていうのが一応スキル構成と妥協ラインですね続きまして装備構成なんですが装備構成はまず武器がカムラノブエを使ってます、まあ、理由としては武器スロットでスロットが42で空いてくれているので、まあ、スキルを詰めやすいって感じですねこれはご自身が作っている武器の中でスロットが一番空いているやつを使っていただければいいかなと思いますであと上から引用引用エスピナゼットミズハメルゼナの足って感じですね全部スロット優先で基本的に装備は選んでまして お守りは耳ミ栓ミさんのスロット31ですね。をつけております。続きまして装飾品ですね。こちらに関しては一覧をテロップで出しておきますので、はめ方の例としてお見せしておきます。 で一応、回連戦については 3V だけやってまして、まずメレゼナの足はスロット空きですね、をつけております。で、スピナ Z の腕に関してもスロット空きをつけてまして、三つ抜き少子の頭もスロット空きっていう感じですね。で、残り 2V は回連戦していないので、もしスキル組めないっていう方は、この 2V を回連戦でスロット空けてもらうと、より組めるかなと思います。で、あと現状でも1スロットですね、こちらが2つ空いてたりするので、基本的にはスロット優先で装備組んであげれば、装備構成は組めるんじゃないかなと思います。そしたら最後に実践編と そして普段ソロでクエスト集めをするときにやっている周回している風景をお見せしようかなと思いますはいそしたら実際に採取している風景をお見せしていくんですがあまずここですねここにニガムシがいるのでこれ光ってたら撮っていただきたいんですけど一応今ご紹介しているこのクエスト採取のルートに ついては過去にこちらの動画で解説をさせていただいてますのでもしなんかソロでクエスト採取とかしたいっていう風に思っている方いればぜひそちらの動画を見ていただければなと思いますではあとマルチでやる場合もあのルートを分担するときにもあの動画が結構使えますのでもしなんかクエスト厳選ですねコレクター始めてみようかなとか結構厳選に興味がある方は見ていただければなと思います 思います一応前回のその動画のルートで今回は回っていきますあちょうどグレンバジルがいるのでそしたらせっかくなんでちょっとスキルのあれですねまあ、つけてる意味をちょっと見せたいのでこれで泣いてもこんな感じで耳栓で大丈夫ですでこのあと戦影が今右側に出てると思うんですけど戦影が発動してるんで今僕にターゲットが向いてますねなんでまあそういうのも分かるようになってるので 一応この繊維も意味があるかなって感じですね。そしたらこのまま採取を続けていきます。なんで今みたいに耳栓が今回ついていたので、えー、泣かれても採取を止めることなくそのまま再取ができてるって感じですね。そしたらここから次アンジャナフの方に抜けてでこういうのもアンジャナフが自分に気づいてるかっていうのが分かりづらいかなと思うんですけど。 あと、こういう小型ですね。これに邪魔されても、ひるみ軽減ついてるんで大丈夫ですし、こんな感じで大丈夫ですし、こんな感じで、戦鋭で自分が狙われたかどうかっていうのも分かるようになってます。今のところ先鋭が出てないんですけど、例えば、こんな感じで今、アンジャナフに八角取るとこんな感じで戦鋭が出て、今自分に攻撃ターゲットが向いてるっていうのが分かりますので、こういうので、まあ、最終ね、ちょっとね、早めに抜けるかとかっていう判断もできるのでいいかなと。 思いますあとお消けしてるときとかはね方向がない分あの気づきにくいので大型がいたときとかも気づかずにやっちゃうことがあるのでそういったのにも気づけるって感じですねでそしたらルートに関してはいつも通りのこのルート通って次上の方に抜けていきますねでこれもあるんで取ってであとはあの細かいですけどあのー、結構採取系のスキルが入ってるので素材もたくさん入りますねいつもよりこんな感じで素材が多く取れますので、まあ、そこもせっかくねクエスト採取とか あやるんであればやっぱり報酬いっぱいも報酬っていうか素材いっぱいもらえた方が美味しいので、まあ、そういったメリットもあるかなと思いますでここ走り抜けてって上ですねでここにまた光ってるのあるんで取って でかけり虫がねかけり虫使いのおかげで入ってくるのが早いのでまあ、それもかなり移動しやすくなってるかなと思いますでここもないのでこっちですねでこっち側も光ってないんで今回なんかちょっとあれですね光ってなさすぎる感はあるんですけどで上側確認で光ってないのでこっちですねでここ光ってるんで取りますかこれとこれですね あとはこの辺光ってなさそうなんで反対側を回っていくんですけどあ,ありましたねあとは反対側はなさそうあーじゃあこれで終わりましたねこれで30箇所最初が終わって一応クエスト情報が今24分なんでま6分前後ですね5分ぐらいでソロだと回れて早ければ3分ぐらいで終わるんですけどこれでえクエストから帰還します はいでそしたら最後に先ほどの採取で入手してきたクエスト見ていくんですが、えー、まずこれですねクシャヌシレイヤの30分密林と、えー、テオメルゼナがくっついているクエストのでオツです、ね、あとはクシャバゼルとコントンゴアヌシタマミツネエスピナスとコントンゴアヌシタマミツネグレンバゼルギウスミツリンですねこれもとコリュー2等クエスト引けてて、えー、クシャバルファルク。 あとは、えー、銀金とヌシタマミつねっていう感じで、今回この7クエストが今の一瞬で来れましたので、まあこんな感じで、普段クエスト厳選するときにも使ってますし、あとカメラポイントとか、鉱石集めとかですね、そういった金策とかにも使っていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもサンブレイクの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ